はい、こんにちは。2020年11月19日木曜日、海外旅行についての雑談を行いたいと思います。このコロナ禍でね、海外旅行の雑談って思うかもしれませんが、今私ね、大学に受かったことによって、大学のそばにお引越しをしたいということで、荷物の整理をしてるんですね。もういらないもの、使わないもの、片っ端から捨ててるんです。そんな中、今日これが出てきたんで、一回捨てたんですけど、おっと動画撮ろうと思って、ゴミから引っ張り出してきました。これはね、これから話すことは、生放送では実は1億万回以上、数年前、もう何年も昔から喋ってきてるんで、見てくださっている方は、一回、もう何回も聞いてるよって話なんですけれども、動画として実はまとめていなかったので、まとめるのもいいんじゃないかなと思って喋っております。よかったらね、ループトークの人も楽しんでいただければと思いますけど、これね、フランス、イタリア、シンガポール、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、この時期に、これには、この国に私が旅行に行ってるってことなんですけれども、年数を見てほしいんですね。フランス、これ07から08ってことは、私、これ改定されたら買ってるんで、まあ、大体多分2007年にフランスに行ってるんですね。そのためにこれを買ってると。で、これですね。オランダ、ベルギー、ルクセンブルク。これもね、2008年に行ってるんですね。だから買ってると。で、次、シンガポール。これが2009年に行ってるから買ってる。で、これが、イタリア、2009年に行ってるので買ってる。で、これ以降ないのは、ね、あなたが芸能活動を開始したからでしょって、タレント活動を開始したからでしょっていう話じゃないんですよ、実は。それもあるけど、そうじゃなくて、この登場です。スマートフォン。特に、まあ、iPhone が登場したのが、大きいですね。これが iPhone 12 mini。先日出たばっかりですけど、iPhone のナンバリング分かりやすくて、12。要するに12っていうのは、12年前に iPhone は誕生したということなんですね。では、紐解いていきましょう。フランス、ないですよ。これもう、今年2004年に近いので、2021年に近いので、14年前になりつつありますから、当然ながらスマートフォンがない時代です、これ。スマートフォンはないです。で、この2008年っていうのも一応12っていうナンバリングから考えるとあるんだけど 3G とかそういう話なのでまあないと思って構わない。で、ここになってようやく 3GS か4かわからないですけれどもその辺の時代になってくるのかなと思います。なので決定的に一番今回面白い本ってこれなんですよ。スマートフォンがまあ 3G とかって日本人手に入んなかったはずだから、入ったのかなわかんないけど、3G、まあ日本人が iPhone 手にしたのは大体 3GS だと思うんですね。私もそうだったから。だから、決定的にスマートフォン、じゃあさ、ないんだよ。12だから、そうだ、3G も何も、ないんだよ。世の中にスマートフォンがない時代のフランスのガイドブックになるんですね。これ好きで地球の歩き方行くたんびに改訂版が出てれば買ったんですよ。だからこの時、スマートフォンがない。ということはどういうことかっていうと、ノートパソコン1台持っていくんですけど、それは当然、ホテルで使うもの。で、ホテルに電波がなければ、近所というか周りにあるネットカフェにそれ持ってって、すいませんっつって、すいませんっていうか、持ってって、LANケーブル抜いてぶっ刺すみたいなことをやってたんですよ。で、中開くと、1ページ目ね。どういうことかっていうと、なんかページがもぎ取られた跡がありますよね。これシャーロック・ホームズが見たらこれはってなるページだと思うんですけれども。地球の歩き方って表紙1枚めくると何が出てくるかっていうと地図が出てくるんですよ。これはちょっとね、フランス記憶が合ってればフランス全土の地図とパリの地図が入ってたはずです。それをもうここにないっていうことはどういうことかっていうと、私は行くたんびに改訂版があれば新しいのかって持っていったかもわかんないんだけど、とりあえずここちぎるの。地図が命綱だからちぎるんです。で、ちぎって、それをコピーして3部ぐらいコピーして持っていくんですよ。で、これはもう、だいたい行く場所をほぼね、なんとなく決めていくんで、持っていかなくても記憶に入ってる。多分ね、これもね、もう大体行くとこ決まってるんで、まあ、教会なんで、私が行く場所って、もう決まってるんですよ、本当に。だからこれなんか、ノードルダムでパリね、乗ってるわけですよ。多分っておかしいけど。ね、
どこだ、これですね、ノートルダム大聖堂って書いてあるわけですよ。ね、これ2007年版ですから、今のガイドブック買ったらこれどうなってるんですかね。で、バジリカ大聖堂とか、これ説明書いてあるけど、もう、この時点で何回も言ってるし、で、ここのことっていうのは、キリスト教徒の私にとっては、これが目的で行くわけだから、このガイドブック自体は現地で必要がないんですね。記憶してるから。だけど、絶対的に必要なのは地図になるんですよ。スマートフォンがない時代は紙の地図っていうのを失ったら、もう終わりなんです。旅が終わってしまうんですよ。終了っていう。もう無理、帰りたいってなっちゃうから、地図だけは絶対死守しなきゃいけなくて、それも例えば、パリしか行かない。シャルルドゴールまで飛行機で飛んでって、パリ、シャルルドゴールからパリ市内まで、電車で行った方が一番ストレートなんですけど、それで行って、そこのパリの、インフォメーションみたいなのあるんですね。観光案内所があるんですよ。そこ行くと外国人用のね、観光案内所行って、いろいろ相談もできるし、なんかホテルの予約とかいろいろも相談も乗ってくれるし、で、現地の地図、現地っていうか、まあ、パリ市内の地図をくれたりするわけですね。それはね、日本もあります。日本、横浜なんかにも、海外旅行、全世界共通プラットフォームみたいなところあるんで、まあ、少なくとも私が回ってきた国には大体あったかなっていうものがあって、そこに行くんですけれども、パリだけだったらそれでもいいんだけど、じゃあね、私がフランス黄金ルートみたいな感じで行ってるのは、フランス、パリ行って、ルルド行って、ヌベール行って、シャルトル行って、オルレアン行って、ランス行って、みたいな。ね、私の中の、これもう完全に、ね、今の知ってる人が聞くと、あーってわかるんですよ。要は、ベルナレッタ様を巡礼して、ジャンヌ・ダルク様を巡礼してっていう。要はね、もうそういうことなんですよ。私の旅行先っていうのはそういうことなので。その、例えばじゃあ、フランス、パリからルルドに行く間の地図っていうのは配ってないわけよ。で、ルルドからヌベールに行く地図。っていうのも配ってない。で、ヌベールなんか田舎町だからもしかしたら観光案内所もないわけ。確かにあんまり覚えてないけど、なかったと記憶しております。だから地図の大事さって本当にあって、で、その地図を見ながら行くわけですよ。例えば、これが地図だとすると、私、北固定で地図読めないから、歩きながら、歩きながらこうやって、今こっちだから、ここがセントベルナデッタ通り。ああ、合ってる合ってる。とか言って。合ってるよね。セントベルナデッタ通り。うん。じゃあ、こっち行って、セントミカエル通り。ああ、合ってる合ってる。って、こうやって回しながら行くんですよ。回しながら行った結果、なんか気づいたら元の場所に戻ってきて。方向音痴も甚だしいので、だから、ダメだと思ってね。すいません。ここに行ったらね。すいません。ここ行きたいんですけど、ここでしょ、今。合ってる？あっち。合ってるって聞くと、うん、合ってんじゃないとかっていうのを。で、それもね、また現地の人とのコミュニケーションで、助けてもらって面白いっていう楽しさですよ。で、私が今ね、海外の人が日本で困ってたら必ず声をかけるっていうのは、そういったスマホのない時代にものすごく良くしてくれたんですよ。海外の人たちが。まあよく私が動画で話してる、生放送で話してるエピソードですけど、フランスのど田舎、ヌベールであった話ですよ。帰りの電車が来ない。で、どうしようもない。もう私これパリ帰らないと詰んじゃう。ヌベールって超田舎町なんで、で、当時スマートフォンないので、ホテルだとかもうそういう応用が効かないんですよ。もう終わってんですよ。しかも女一人。これは詰んだと思って。ただ、何が詰んでるかっていうと、駅のチケット売り場の人たちが全員フランス語しか喋れなかったんですね。まあ、それほど田舎町なんですよ。で、これやばい。どうしようどうしようと思ったら、そこに立ってた、まあ、ビジネスマンっぽい、もしくは、なんか旅行者っぽい人が、英語とフランス語が、まあ、多分フランス人ではやってくれて、私が、どうしようどうしようってなったら、大丈夫って声かけてくれて、私フランス語わかんないですって言ったら、いいよっつって、英語でやってっつって、英語で喋って、その人が、駅員にフランス語伝えて、で、駅員が喋ったフランス語を英語で私に伝えてくれてとかってよくしてくれたり、あとはどこだか忘れたけど、またそれもど田舎町だったと思うんですけど、電子機器じゃなくて、なんていうの、電子販売機、販売機ってあるじゃん、お菓子とか吊るされてるやつ。ちょっと小腹が空いたというか、なんか買おうと思って、
入れたんだけど、動かなくて困ったなって。で、と思って、お金がと思って。そしたら、後ろからパッと来て、人がね、どうしたんだいって言うから、お金入れたんだけど、お菓子出てこないんだけど、つって、ちょっと待ってねって、自分のお金入れてくれて、やっぱ出ないね、ちょっとここにいてって言って、店員さんっていうか、駅かなんかだったから、駅員さん呼んできてくれて、で、駅員さんが、ガチャって開けて、詰まってるねっつって出してくれて、で、私の分と試してくれた人の分のお金戻ってきて、そしたらその人が、もうちょっと試してみるわっつって、バッてやったら、動くねっつって、お菓子パッと出して、はい、あげるって言って、いや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 、お金お金って、いい、楽しんでね、旅行って言ってくれて、パッと消えちゃうみたいなことは、こんなことね、思い出にいっぱい残ってるんですよ。だから、日本で、海外の人は困っていたり、私よくなんか、話しかけられる系女子なんで、結構話しかけられるんですよ。助けてって。でって言って、その場合、もう、ここ行きたいんだけどって言われたら、もう、いいよ、私連れて、ここ案内する、近いから、ついてきてって言ってやるぐらい。だから、それだけよくしてもらってるから、私もよくしてると、いうことなんですけど、そういうね、思い出って、近年スマートフォンの登場によって、ちょっと減ってきてる。人の温かみっていうのは。だから、決して便利になったからといって、それが正義なのかというと、私は、まあ、テクノロジーを推進派の人間としては、難しいところなんですけど、こういう意見を言うのはね。決してそれが正義かっていうと、それはそれでまた、両方にいい味がある。こっちはこっちで便利で、サクサク。もう時間効率もいいし、ビデオも写真もこれ全部撮れるし、っていうのでいいんだけれども、翻訳もできる。で、Google マップで地図も撮れる。さらに、もっと言うと、Booking.com っていうのを私使ってるんですけど、ホテルも撮れるわけですよ。この便利さ。昔はホテル、大変だったんですよ。私、インターネット黎明期、もう本当にインターネットは誕生した時から使ってますので、今のインターネットとそれはもう別物なので、一緒にかん、あの、考えられては、同列に考えられては困るようなレベルだったんですけれども、インターネットのメールを利用して、現地の、まあ、立派なホテルじゃない、ちっちゃなホテルを予約しようっていう時に、すごく困った。というのもね、これね、なんでさっきから、コインね、今だったら飲み込まれちゃったら嫌で、私行っちゃうじゃん。なぜかっていうと、みんなは、最近の私の旅行の生放送しか見てないから、想像ができないと思うんですけど、私も若い頃、まあ、この頃なんかもまだそうでしたよ。2007年とかっていう時代もまだそうだったんですけれども、まあ、お金、節約というか、お金なるべく使わない旅をしてたんですね。というのも、20万円でフランス1回行くんだったら、10万円でフランス2回行きたい。だからお金を使わない。っていう、本当に海外行くのが好きだったから、もう半年後にフランスもう1回来て、ノートダムドパリ見たいよね、とか、シャルトル大聖堂見たいよね、とか、シャントシャペル見たいよね、とかっていうので、それでやってたから、お金をケチってたんですよ、はっきり言って。だから飲み込まれる、ね、2ユーロとか3ユーロ飲み込まれる、やだーってなるわけ。だって、それ電車乗れるから、ね、電車もう全然行けるんで、結構町から町ぐらいは行けちゃうんで、ってなるわけですよ。で、それに伴い、ここに乗ってるホテルって、すごくいいホテルばっかりが載ってるから高いんですよ。実際私フランス で多分一番安いホテルって2500円ぐらい？ 多分2500円ぐらいで泊まってた。だもう今の私を見てるからみんな想像ができないと思うけど、昔はそうだったんですよ。公共交通機関しか使わないし、タクシーなんて本当もったいない。もう本当に迷っちゃったりして、時間計算が狂って、暗くなっちゃって。で、私常に女一人で旅行してますから、このままだとちょっと怖いなっていう時にタクシー使ってパーッとホテルまで行っちゃうっていう使い方ぐらいしかタクシーなんか使わないので、時間がどうにもなんない時以外。だから、ここに乗ってるホテルって高いんですよ。今、こうやって見るとわかるもん。今私が泊まってるようなホテルが軒並み乗ってる。だから当時の私からすると、そんなホテル泊まるぐらいだったら、もう一回行きたい。っていう感じになってたんで、こんなね、あとレストランなんかも今見ると、だ私が今普通に、何の気なしに入れるレストランが入ってて、当時はやっぱ入れないよね。こういうところですね。観光案内所。こういう、
この愛っていうマークが目印なんですけど、絶対これがあるんですね。で、これを頼りに海外行くわけですよ。旅行に行くわけ。だからここにあるホテルって高くて泊まれなかった、昔は。泊まれなかったわけじゃないけど、ここに泊まるぐらいだったらもう一回安くして半額にしていきたい。ここだったら、例えばホテル1個乗ってますよね。そうすると100から100、210ユーロ。ありえないありえない。まあ、今だったらいいよ。今だったらポンと払いますよ。立地と時間のあれで払いますけど、100から210ユーロでしょ？コーヒー1杯15ユーロ？いや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 、20ユーロとかがいいもん。10分の1、10分の1っていうぐらい、まあそんな旅をしてたんですね。だから、日本から、いいなと思ったホテルとかが見つかったら、そこのオーダーの電子メールを探し当てて、そこに直接メールを送るんですよ。ホームページがないから、メール送ってカタカタ打って。何月ぐらいに行こう、何月何日ぐらいに行こうと思ってて、まあ予定ずれるかもしれませんが、とりあえず何月何日に、シャルルドゴール入りします、みたいな感じで。で、ここね、良さそうなので泊まってみたいんですって言って。いいよーとか言って、じゃあそのぐらいの感覚で考えとくわ、前日とかになったらまたメールちょうだいって言って、本当に今みたくオンライン予約とかフォームとかないから、個人間のメールの取引になるんですよ。で、到着前日になると、私もね、これから、例えばヌベールを出ます、立ちますとか、ルルドを立ちます、なので例えばそれが、ベルギーでもいいですよ。ベルギー、アントワープとかね、に行きます。で、アントワープ、これから行きますので、だいたいそう2時間ぐらいですかね。よろしくお願いします。ホテルから打つわけ。だってスマートフォンないんだから。ホテルから、パソコン1台持ってってるからね、ホテルからも打って、で、これから出ますので、メールは読めませんと。付け加えていくわけですよ。で、その間はまあドキドキしながら行って、会えると、ああ坂上めぐみでございます、日本から来ました、ああ痛かったよ君かいって言って、ああつってさ、そういう感動っていうのが昔はあったけど、まあ今はね、どうなんだろう。で、私が立派なホテル泊まっちゃってるからっていうのもあるのかもしれないけど、ああいう人間臭さってね、やっぱスマートフォン使っちゃうとないのかなっていうのを感じます。だから私何回も言ってるけど、海外旅行に初めて行く人は、ぜひスマホ抜きで行ってほしいんですよ。楽しいから、その方が。その方が勉強になるとか、試練を超えられるとか、そういう話じゃなくて、楽しいんですよ、その方が絶対。若い人がもしこれ見てたら、まあ、うちほとんど40代が見てんだけど、うちのチャンネルね。これから海外旅行に行くんだっていう人がいたら、私からのね、もう本当に何十回、ね、もう本当に100はいかないと思うけどね、海外行きまくってた人間としては言えることは、もうね、スマートフォン置いていった方が多分楽しい。持ってるとやっぱ使えちゃうから、ピンチに陥らないんで、あーやばい、ちょっと助けてっていう、そういう状況が生まれないから、あえて家に置いていくみたいなね。まあ難しいと思うよ、難しいと思うけど、だけど、それは楽しいと思う。で、スマートフォンでしか旅をしたことがない人は、ぜひ一度置いていって旅をしてみてもらうと、すごく楽しいものが、また味わいが違うっていうんですか？だからスマホはね、もう私も、そう言っておきながら、スマホない旅っていうのはもうなかなか考えづらいですよ。だって Google マップで、こう地図見ながら行きゃ何にも怖くない。で、ルートは出てくるし、目標の時間まで出てくる。もう安心極まりないじゃないですか。で、ホテルも何も取らなくていいじゃないですか。だいたいね、こっからブッキングドットコムで予約もできる。電車乗ってる中で予約できるじゃないですか。タクシーの中でもできるし、うん、あとは、翻訳ソフトも入ってる。で、写真や動画も撮れる。もう無敵なんですよ。これがあれば何にもいらなくなっちゃうから、まあつまんなくなっちゃったなっていうのはあります。だから、便利なんだけど、つまんなくしたとは思います。これを言っていいのかわかんないけどね。そうだね。だから、ノートパソコン1台、ちっこいの持ってってた海外行ってたんですよね。ただそれはホテルでしか使えない。電波がないから。もしくは、ホテルでも使えない。
その場合どうするかっていうと、その辺周辺の漫画喫茶探すんですよ。インターネットカフェみたいな。そこ探してそこ行くと、一応ネット繋がるんで、で、ネットで何をするかっていうと、友人たちにメール送ったりっていうことですね。結構やっぱ現地一人で行ってると寂しくなったりするんで、今、どこどこにいるんだって言って、で、昨日何々の教会見、教会じゃなくてもいいけど、動物園とかでもいいけど、何々見ました?楽しかったんだ。すごくもうなんか、私の信仰心が震い上がったとかね、そういうことをね、友人たちに送ると。ただ自分の PC 持っていくんですよ。それで、LANケーブル、マシンから引っこ抜いて自分のに繋ぐ。まあ、それでね、セキュリティ投稿っていう時代でもないので、ただ、それをやらないと、現地の言語が入ってて、フランスだったら、アルファベット、だから成り立つけど、アルファベットじゃない国に行った時に、これはどうしたもんか、友達になんとメールを送ればいいかっていうことになっちゃうから。だからね、そういった面白さはね、昔あった。でもさすがに、ホテルに電波ないっていうことも考えられないし、今の時代ね。ましてや、街中で Wi-Fi 飛んでますから、カフェでね、ノート PC 開いたりもできると思いますけれども、そうだね。うん、だから、旅の、ここ最近数年の配信では、もう本当に便利になったよねっていうことを喋ってると思うんですよ。だって便利なんだもん。超絶便利。こんなんね、生まれてきては、っていうぐらいすごいテクノロジーだなぁと思います。この翻訳のソフトがあってカメラ起動しますよね。あ、ここがギリシャ語になってました。あれ?なんで?え?おかしいね。あれ?おかしいね。かざすと、日本語で出るはずなんだけど。なんでだ?なんでいかない?やってみよう。こっちでやってみます。ほら、こんなのさ、現地でさ、例えばフランス語のレストランってフランス語のメニュー、英語メニューが載ってない、困ったなーってなったらさ、こうかざしちゃえば一撃なんですよ。これが現代の、また行かなくなった。テクノロジー。いつも行くんだけどね。翻訳を停止。あ、これになってたのね。これなんか、ね。翻訳を続行。ちょっとピン。難しいね。もっと簡単に行くんだけどな。なんでだ?なんか今日、この子がご機嫌斜めなのかも。まあ、ああ、行った行った行った。ああ、もう、画面つけながらは難しいな。まあ、要するに、昔だったら、そうだね。ここまでの辞書は持っていかないけど、ちょっとした簡単な辞書は持ってったりもするわけですよ。現地のね。ただそれも好きな国だよね。多分。興味のない国だと、私は必須言語。海外旅行に行くために、英語以外ですよ。英語で大体通じるんだけど、英語以外の現地語を絶対覚えておけっていう言葉はありがとうです。こんにちは、ありがとう、さようなら。これは絶対。で、これさえあれば、どんな時でも乗り越えられる。あとは、現地語で、こんにちは、ありがとう、さようなら、あとは嬉しいですとか、
そういうことだけ覚えておけば、まあ、3つ5つあれば大丈夫ですよ。で、あとはニコニコして、ジェスチャーと、ね、ごめんね、英語でって言って。で、いけば、だいたいいけるんですけれども、そのテクノロジーの進化が、凄まじいと。Google マップ、インターネットの予約、ホテル予約、で、観光名所、時間、見どころ、全部見れる。まあ、便利だし、すごくいいとは思うんですけれども、逆を言うと、つまんなくなっちゃったんですよ。つまんなくなっちゃったの。で、昔は私、そういうアクシデントも楽しんでいた感じだったから、アクシデントもこれを持ってると、一人で解決できちゃうし、何もアクシデントですらないんですよ。だから、すごく便利なんだけど、ない楽しみ方もできるよっていうことね。そう言っておきながら、実際私はね、今回動画のネタとして見つかったこいつらはスマートフォンが出た後、ものの見事に買ってないので、買ってないし、さらに言うと、まあ私ちょうどスマートフォンが出たあたりからこの仕事スタートしてるんで、まあ、YouTube はね、そのちょっと後ですけど。だから、そうね。いいと思うんですよ。まあ、スマホはスマホであるとね、あの教会ってどういう意味があるんだろうっていうのも、スマホがあれば検索できるし、まあ、こっちがあった方がいいんですよ。結論から言うと、正直に言いますと、これを持って旅した方が絶対に楽しめます。楽しめる。有意義です。だけど、一度これをない旅っていうのを経験すると、それもまた味がある旅になるんじゃないかなと思って、もう今の人たちはスマホを置いていくだなんて考えしないでしょ？だからあえてスマホがなかった時代を生きてきた私として言えることは、スマホ一度置いてって旅に出たら、今とは違う味が味わえると思います。さらに現地の人との関わりがたくさんできて、どこの人たちはこういう感じとかっていう、ちょっと毛色が見えてきたりするんですよ。まあ、それやっぱ私がだいたい1カ国2、3週間とかいたりするっていうこと、1カ国、まあ、1回の旅行で、1ヶ月はいない、1ヶ月は1回かな。一番長く1ヶ月いた国が1回だけかな。あとはだいたい2、3週間とか、短いと1週間くらいなんて、ね、本当に、まあ、ちょうどスマホが出た時期とこれを買わなくなった時期が被ってるっていうのが面白いなっていうのと、まあ、その裏にはもう一点ね、私がこの仕事を始めたっていうところもあるんですけれどもね、関わってきてるんだけど、まあ、とにかく、これがあった方が絶対いいんだよ。絶対いいです。結論的に言うと、あるないで言ったらこっちがあった方がいいんだけど、一度人生において一度だけでいいから、スマートフォンを家に置いて、旅をしてほしい。ノートパソコンは持ってっていい。だけど、ホテルで使う。それを持ってってたら、重いから、重いを通り越しても、これがないとってなったら、だったら最初からスマホ持ってきなさいって話だから。それをね、一回経験してほしいなと。もう必死になって現地の情報をね、現地の人から集める楽しさとか、いいもんですよ。だから私もさ、外国人からこういうものが食べたい。どうしたらいい？おー、それ？私はあそこが美味しいと思ってるから、ちょっと連れてってっていうか、ついてきてっつって、ここっつって。なんか私もなんだったらご一緒したいんだけどなとか思いながら。まあなんか、いいのはね、カップルと、卒業旅行みたいな女性集団によく話しかけられますね。話しやすいオーラが出てんのかもしれない。人畜無害だからね、私ね。本当に人畜無害ですよ。オタクっていうのは基本的に人畜無害ですからね。家の中でゲーム、アニメ、本読んでさ、ね。サブカルっていうのはもう人畜無害ですから。ということで、ね。これだけ残しとこうかな。いや、だからそういうことやると荷物が減らないから捨てなさいって話だよね。これ捨てましょうね。もっと古いのが出てきたら、
まあもう一回動画に撮ってもいいけどね。コートダジュール。いや、これ2007年もだもんな。14年前だよね。もう13、4になるから、13年前のフランスの情報って、こういう書籍としてまとまってるものって捨てていいんかね。なんかもったいないな。もったいないって思ってると物が減らないから、捨てなきゃいけないんだけど、まあこの辺は問答無用で捨てますけど、で、これ買ってたから家にまだ何十冊と結構ありそうなんだけどね。とりあえずドバッと見つかったのが、これですね。んだ、2008、9、7年はもしかしたらフランスしか行ってないのかもね。でも8年、9年はシンガポール、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、5カ国行ってる。まあこれだけで言うとね、まだもっと見つかってくれば別ですけど。本当に好きですね。いや、シンガポール以外全部ヨーロッパじゃねえかっていうね。だから私が海外はって言った時はヨーロッパだと思ってくださいって言ってるんですね。はい、ということで、これね、ずっと話してきましたけど、スマートフォンは便利すぎる。で、それは超絶いいものであり、旅を快適にしてくれるし、もう、何事にも変え難い。持っていた方がいい。だけれども、一度でいいから、スマートフォンを置いていって、旅に出てほしい。以上でした。コロナ禍でのお話でした。またお会いしましょう。バイバイ。